どうなの、電力をちょっと見るよ。あ、でも蓄電率はもうマックスになってるね。前回あれかね、なんだかんだ言って蒸気機関があったおかげでギリギリこらえてたのかね、あれ。なんか長い間停電してなかったんで、ちょっと余裕ぶっこいてたんだけども。生産力がぐん上がったのは、今蒸気機関動いてるってこと？あ、動いてんね。あ、でも80台で、なんか100台置いた気がするよ。なんだろう。結局水足んなかった？これ。ちょっとね、仕様変わってか、ここ動いてないね。変わってから、パフォーマンスが上がっていないのは、動く必要がないからっていうことでいいですかね。あれ？ボイラーに水来てなくない？これ。水が来ていない。水が、ここまで来ていない。だが動いている。なんだ？なんだなんだ？わかんないよー。この辺は水来てるでしょ。いや、ちょっとやっぱ多かったか、これ。でもパフォーマンス、最大発電量っていうのは最大までいってるから、蒸気機関の効率は多分最大までいってんだよね、これ。ここがダメだ。あ、この奥まで行かないから、ここもダメだ。あ、ここもダメ？俺、なんだ？つけすぎのようですね、これ それっぽいぞ、これ。今取ったらやばいよね。ちょっとまたかって感じだけど、先にちょっとこっちやります。これちょっと伸ばそう。やっぱ水が通る量が、これ足りてないね、おそらく。これ取っちゃっていいのかな？まずそうだね。ここ通るかしょうがない。どのくらい減らせばいいんだろうな。これなんだこれ。ここか。置いてくんない。自分で置くわ。あれなんで、中型でしたねこれ。はい。で、なんだっけ、これ。こんな感じ。ちょっと一回バッといっちゃうか。バーッといっちゃって、こんなところになんか残っている。で、前回蒸気機関のセット作ったから、あれ？どれだ？中閉まっちゃったっけ？あ、こっちか。これだな。あ、いろいろ邪魔だな。あ、これ入んないんだ。ロボセとロボセの間にね。そっか。で、同じ位置の、ここ。はい。ちょっとずらすか。この辺？はい。で、これを取ると。これ取る。もう一回ちょっと上から。もう一セットかな。ここ。はい。あれ、ダメだな。はい。入れてるかな。大丈夫っぽい。この原因は諦めよう。3つぐらいかね。この、上下合わせると20個セットが3つ、60台でも多いかもな。今これ80台か。これ取っちゃおうか。これも多分ダメなんだろうな。こう、こう。さあ、どうだろうか。ということで、もうワンセット置いちゃおうか。ここ。こんな感じかね。さて、ちょっと早く動いてるところを見たいんだけども。そういえばこれあれですよね、時間とかは表示されないのね。なんか今何時ってのが分かればね、日が暮れるのがちょっと分かるんだけど。おお、いっぱい来た。そしてこう急カーブしていくんだよね、毎回ね。こう電、
磁石に吸い寄されるような感じで、これなんだ、あ、ポンプ置いてないじゃん、組み上げポンプ。そもそもいろいろと忘れているな。これか、こことここね、こうこうこうのこうこうと、はい。あれ、なんで自分のロボット行ってくんないのこれ、こんな近いのに。なんか優先度もしかして変わったのかね。これも置かれてないよね。あれ、なんか近くにあると一気にやってくれる的な感じで覚えていたんだけども、なんでしょうね。まあまあいいか、しょうがない。で、これはなんだ、あー、電力か、そうかそうか、アンテナ、電柱、電柱、電柱、これか、はい。で、この末端まで来ればいいんだよね。蒸気の量がマックスだったらいいのかな。うん。で、今は発電する必要ないのか、これ。だ、これが消えたらだよね。ソーラーパネルの発電がゼロになったらですね。今何時なんだ。どっかこう時計のようなものなんかないのかね。まあいいか。あ、あと62枚。ちょっと多分大丈夫だと思うんで、台数的にはこれ結局増えてるからね。もともと100台だったのが、あれ、なんか単発的に動いたり止まったり。あ、来た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 。あ、しかもなんか一瞬これ明るくなったね。あ、ここから光が漏れてんのか。なんかあのガラス製の覗き窓みたいな感じなのかな。ガンガン石炭入れて、まあでも普通に考えてみたらこうなるよね。ボイラー直列とかね、水と蒸気の通り道が同じなんて本当ありえないもんね。まあなるべくしてなった仕様変更ということなんでしょうかね、これはね。そうそう、だからまあ結果的に台数が20台増えてるんで、おそらく大丈夫だと思うので、ポーションの方に行こう。ふう、線路恐怖症くらいね。こういうところはちょっと置いとかないと。やっぱりなんで俺のロボットが行ってくれないんだこれ。本当にマジで優先度変わったっぽいな。いろいろと厄介ですよこれは。はい、取って取ります。あ、そっか、俺の元に今回収したアクティブチェスト来ないんだね。いやー、ちょっとこれも呼んで、かつ過剰なやつは戻すっていうやつやんなきゃダメこれ。あー、つかもう貯蔵もやろうか。貯蔵、はい。なんだろうね、なんかどうなんだ、こう切り替えスイッチみたいなのないの、俺のロボットか陣地のロボットか。やっぱ俺のロボット行ってくんない。てか持ってないとかそういうやつじゃない、もしかして。そうか、そうだ、これ持ってないんだ俺。アホだな。そういうことでしたか。ああ、仕様変更ではありません。多分ね、これでしょ。いやー、色変わったからね、ちょっと気づかなかったわ。で、ちょっとこれどう、こうやれば、あ、行ってくれた。あー、そりゃそうだよ、そんなところをね変更しないよ。うん、よし、じゃあこれね、あの緑ポやりましょう。なのでスタックがいいのかな、こう2個だよね。インサーターとベルト、要求を置いて、インサーターとベルト、はい、これは OK で、
でこっち側から出てくるから入れる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 出す出す出す。でここにパッシブだね。パッシブ置いてスタック。はい、いいのかな。良さそう。こうかな、こう、こことこと、こう。ランプが必要になりそうだ。置いておこう。こう、こう。なんでいいかな、近いよね。ここもこうか。はい。でこれは何、ベルトが来ない。ベルト来ないのは多分供給に入れてないね、これ。なので入れますか、この辺にスタックでこうかな。何個あんの、ここに。数見えないね。まあいいか。パッシブ供給、はい。まあベルトは多分いろんなところで使うんだよね。多分このぐらいあってもいい気がするので、これ4台じゃ足りないかもな。いけるかね。あ、でも詰まってるか。でこれも、これ何、要求か。あ、こんないらんよこれ。もうこれは過去の話ん？っていうかこれは、あ、赤ポでもう要求してるからこれすらいらないね。これちょっとやってしまった。自動廃棄、はい、消す。でこれだからもうこうやっとけばいいのか。あ、まだこんないっぱいあんだな。うん、いいんじゃないかな。分配と地下、そうそう、分配と地下の1段階目ってこのベルト使うんだもんね。だこれはこの辺から外せないんだね。まあいいでしょう、良さげ。うん、ここはまあ数も溜まってはいるかな。いいかな。数とかどうなんだろうね。これ俺最大にしちゃったけど、これまた研究が終わった時にここ山盛りの赤ポ入ってたら多分泣くよね。これやめよう。1000とかでいい気がするな。500でいいか。500にしよう。このスライドで500って結構難しいんだよね。打つか。500でエンターかな。前なんかこれやったらインベントリー閉じれなくなって、なんかちょっとうろたえたことがあるのだけど、前回の時になんかあったよね。大丈夫っぽい。500個で、こっちのこれをまあこのぐらいにしとけばいいかな。あとこっちも500個でいいのか。マスっていくつだっけこれ。200個も入るんだ。じゃあ3マスでいいんじゃん。そうか、これでこっちもこれでいきます。よし、じゃあ次青ポですね。じゃあちょまず整地します。うん、明らかにこれ邪魔だね。どうしようか、こっちに持ってっちゃうか。いやー、どうしよう。まあちょっといいか、先に青ポの仕組みを考えよう。まあこれの例に習うと、完成品を下に流す、こうやる。おっと、原子力発電来ました。これでまたウランをね採掘できれば。あ、つかこういうなんか遠心分離器とかを作らなきゃいけないんだよね。これまたコストすごそうだな。まあいいか、ちょっとやっていこう。で今青ポまでしか作ってないんで、青ポでできるやつ、まあ、どっちかですね。制動力、制動力、制動力、どっちだ。はい、でこうしてここに置く。これはまた3マスの青ポが
作られる予定でございます。郊外青っぽ、でこれがどうなるのだ。なんかまた変な素材だね。これはどうしよう。まあ どの道こっちにこう流す感じだよね。今のところこうなるのか。やってしまおうか。出すやつ、出す出す、入れる入れる入れる、でロングアームか。ロングアーム、はい、こうなる。で問題は要求をどうするかだよね。どんな感じにするというのだ。難しいですね。こうなるこれ取っちゃって、わからんぞ。早いですね。じゃあもう一回制動力、はい。で形的には要求がこことここで、こうかね。これでフィルターでこっちが、エンジン、暗い気がする。大丈夫か、焦った。これエンジンフィルターでこっち、組み立て機、組み立て機の位置ね。でこの要求がエンジンと組み立て機を呼べばいいんだよね。これでこうなる。でこっちが赤基板だね。赤、数を揃えた方が良さそう。ちょっとこの点滅が邪魔な先にアンテナを置きましょう。こう？こうかな？はい。こうかな？こことここ。こうかな？よし。で、ここにこれ置いちゃダメだよね、俺。ここにはアームを置かなきゃならない。スタックである必要なかったっぽいな。まあいいか。掘削機じゃ、組み立て機の位置来ないね。そっか、一回貯めなきゃダメっぽいね。そう、組み立て機2に直接送ってた気がするね、あれ。また厄介なものをポーションの原料としてくれたもんだな。これか、これだから、だから間に一回クッションを置く感じ。うぬれ、隙間がないじゃないか。どうしようね、これね。これずらすか、しょうがないな。これ伸ばしちゃって、これ取っちゃって、これも取るか。取っちゃって、真ん中に一回、なんだっけ、供給を真ん中に置けばいいんだな。供給でこうなると、こうなって出す出す、入れる入れる、これがマーク1、はい。電柱、こうかな。電球、はい。どんどん持ってかれんね。いいのかな、大丈夫っぽいけども、これちょっと多めにしとこうか。ちょっと待って、これ足りるのかな。あ、でもこれ 0.5 秒だっけ。
材料入れんの間に合ってない。ここはスタックだろう。しかも2個ぐらい打ちゃおうか。制動力3は紫だ。ダメだ。じゃあこれ掘削効率、はい、こうかな、こうかな。てかバンバン作られるんじゃないか。これで歯車と電子基板の供給が間に合わないとかちょっと困るけど、まあ大丈夫そう。でなんだっけ、掘削機を取っちゃったんだよね確か。それやんないとね。掘削機、ここランプはここ、これ掘削機、掘削するよ。どれだ、わからん。あ、これか。アイコンが変わってしまってからな。こっちですか、右にね。これに入れちゃおうか。また仕組みやるの怖いな。やめよう。ちょっと作りすぎ事例が最近多かったんで、回路をあまりちょっと信用しないようにします。信用できないのは俺の技術なんだけど、ちゃんと仕込んであげれば正しく動くんだけど、ちょっとミスが多かったんで、これでいきます。いいかな、良さそう。うん、意図せずこのレンガ製作機もちょっと離しといてよかったね。さてこれで緑っぽじゃなくて、あ、青っぽも作られ始めたかなと思うのだけども、ちょっと見に行ってみよう。緑、赤、緑、青と。ほうほうほう。さあどうかね。ん、やってるね。良さそう。で、おそらくこれもうちょっとこれ増やさないと多分ダメなんだろうけども、貯蔵が邪魔。貯蔵どうしよう。なんかいい場所はないかな。いい場所ね。うん、逆にこっちかな、研究所の下かな。ここっぽいな。この辺一帯にまたちょっと貯蔵を並べっか。それがいい気がする。どうしようかな。5個ワンセットとか5個で、いらないやつ、いらないやつ、無駄にね、ちょっと無駄に。いらないのあったっけ、これいらないな。消してコピーして、あ、コピーしてこうね。ちょっとでも楽しよう、楽をしようっていうね、この魂胆がね、もう。あー、どうしようかな。暗いのは嫌だよね。真ん中に置いてみたりして、うん、まあまあこんだけやりゃ足りるでしょう。まあこれもこれでまた当分このままでいこう。ほい、ダメかい。大型、はい、よし。でこれでまたこっちのやつ全部アクティブに変えてやるぜ。さあ、あれ、なくなったか。電気は大丈夫か。大丈夫っぽい。まあまたすごいな本当に。これ本当にこういうの無駄遣いって言うんだろうな。これダメだったか。伸ばして8個にしたいな、とりあえず。なんかこれでも足りなさそうな気がするぞ。ここまだ置けんな。はい、これまだ置けんな。マジか、いいのこんなことやっちゃって。まだ置けんな。ここ、はい、ここも置けるな。これ絶対無駄でしょ。まあまあまあ、何も見えん、何も見えん。ああ、さてじゃあ次のポーションのことをちょっと考えようかね。
で、次のポーションも素材4つでしょ、どうせ。あ、掘削機多いね、なんか。掘削機もちょっとオートで捨てましょうか。50台持ってりゃいいよね。はい。で、あれ？あ、こっちに入ってるからか。次のポーション。ポーションは、軍事サイエンスパーク。これも同じ数ですね。3種類。まあ、素材は後で用意するとして、まあ、同じ形だよね、これ。こう、こう来て、ここに、これ。あれ？これ。はい。で、仕組みはまあ全く同じでいいと思うので、こうのこうかね、こうもう一個か、はい。で、出てきたのをこう持ってくると、よっしゃ、いいんじゃないかな。パッシブがここになって、ん、もう一個前だな、ここ、ん、ここになっ、ん、なんかずれてる？ここに置いてるよね。どういうことだ？はい、合ってます。超ボケてました、今。なんでもないですよ、今の、あの、ただのボケです。はい、ダメだな、睡眠不足かね。いいのかな？良さそう。要求を、こことここ。で、フィルターがまた必要。だよね。そうだな、フィルターは絶対必要になるから、これが、こうとこう。で、これが普通のでいいんだね。スタックいらなかったね。で、材料的には、貫通。貫通、あ、そうか、鉄鋼弾があるんだよね。ここで見れるのか、あの、設定するときに見れるんだな。劣化ウラン弾薬、あ、そうか、ダメージとか見れるんだもんね。3倍です。ダメージ通常が5、貫通が8。あれ、これ意外と差ないのね、5と8って。で、劣化ウラン弾が24なんで一気に3倍ですね。あー、ウラン砲弾いいな。ダメージが400と200。物理ダメージとかあるんだね。よくわかんないね。これ倍です。倍ですね。はい、まあちょっとこんな見てないで。ここが、グレネードとガンタレットか。グレネードと、ガンタレット。はい。で、フィルターにグレネードとガンタレットをセット。 OK。 じゃあまた仕組みだけ作ってしまおう。これ入れるとこだな。出す。はい、まあこんな感じで、ロングか、ロングで入れる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 。はい。で、これいらねえじゃん。あとは、電柱ね。電柱。ここ。こう。こう。ここ。あ、作られてる？ん？あ、まあ、なんだかんだでちょっと在庫あったんだね。そういうことね。グレネードがもうなくなった感じ？これ。グレネードはね、全く確か、あの、供給には入れてないので。まあこんな感じになるね、そりゃ。おい、これでいいのかな？